どうもこんばんは、アンガールズです。バンクの予定だったんですが、用ができたみたいなので一人で行こうかなと。ちょっと待てな、一人ちょっと呼ぼうかな。ちょっと待って、来たじゃないんだよ。やりましょう。待って、今ランク中、一人で ちょっと待って、お前ホットタイミング悪いわ。ちょっと皆さん、レディアさんですね。皆さん、え、あ、待って、今配信中待って、本当に意味わかんない急遽レディアさんとエーペックスタイトル OK。 ちょっと待って、あれ、レディアさんのチャンネルがない、バンされた。あるよ、バカ。なんか、アット1します。ケンツメさん今やってんじゃない、一人で。どこのサーバー行く。ちょっと、うるせえな。ねえ、死んだよ。知らねえよ、そんなの。俺のせいにすんなよ、それ。知らねえよ、お前。口が悪いですけど、面白い。だってだいぶね。え、嘘。いや、それ褒めてないから。相殺してるから。ドタキャンされたから一人でやってくれてんの。やめろよ、マジで。お前ふざけんなよ、ダッセーとか言ってねえろ、お前。それはしょうがなくねえか。待てドタキャン食らったぐらいで笑ってんのどうなん。ちゃんとした理由あるんだよ。なんだよ、ダサいって。それ相手側の都合だろうがよ。しょうがないんだよ。誰も悪くないの。くさ。いや、くさじゃねえよ。ごめんね、うるさくて。あ、でも初めて6分ぐらいだよね、これね。そうですね、10分ぐらい。え、なに一人で。飛べ今操作してるから待て、こら。いける。敵いるわ、パラッパラッパ。紫山ある、あそこ。あ、やばい、切ろよ、ひめくすんじゃねえ、切ろよ、おめえがよ。いるあ、いるぞ、お前。自己管理ちゃうのせい、お前は。来た。どうも、ケンツメさん、よろしくお願いします。やりましょう。えげすか。待て。ドタキャンされたらしいっすよ。レギアさん、まず、あの、レギアさん、まず抜いてください。やばい、配信中。やばいって。アーマーの話っすよ、アーマーの話。マジうっさい。マジやべえから、本当に。いい加減してくんな。いや、ちなみに、めっちゃ今、俺酔ってるんですけど、いいっすか。マジでごめんね、みんな、うるさくて。ほんとごめんね。ごめんね、みんな。みんなごめんね。いや、ほんとごめんね、みんな。いや、もう、検通室はもう土下座レベルよ、ほんと。脱いでくさい。やばいって、ほんと。アーマーの話っすよ、マジで。アーマー。あぶねえ。聞いてみんな、まあ、いや、言わんほうがいいか。ちなみに、うち NG なよ。検通室さんも大丈夫ですか。いや、言わないほうがいいっすよ。簡単に言うと、まあそうだね、まあ深夜テンションではあったよね。昨日オフでね、3人でやってたんですけど、エーペックスをね。やっぱり風呂上がりの状態で、ちょっと変な展開になってみたいな感じですよね。悪いな、そこの酔っ払いだからね。俺も悪くないっすよ。一番最初初手にね、この人早く脱いでください。もう黒なんだよ。もう言うよ、風呂上がりのメディアさんに対して、ケンツメさんがそのままでやりましょうって、肌全裸のままやりましょうって。なんかすげえ逃げてるやつがいるから、レリアが言うと、アペで待っててっつって、今風呂上がったばっかだから、そのまま通話入ったんですよね。そうそう、はいはい、アペで待たせてるなと思ったから、はい。そしたら、え、もうそのままやりましょうよとか言い始めて、そうだよ、そのままやりましょうよ、はてなはてなってなって、じゃあせめて髪乾かさせてくれと、3分でいいっつったら、いや3分は無理っすとかって、もう酔っ払いが言い始めて。違う、そのそれちょっと、その発言、俺アドミンで見てたんですけど、おめえいつもアドミンじゃん。レギアさんがエーペックスしましょうっていう風にお誘いしてくださって、中野さんもいるっていう話で、最初俺とレギアさん2人で待ってたんですよ。そしたら中野さんが10分後ぐらいに来るからみたいな。そしたらレギアさんが、え、私風呂入りたいから風呂入ってきますっていう流れだったんですよね。作業しながら待ってて、そしたら中野さんが先に入ってきて、これは最初からちょっとしかできないですって話だったんで、レギアさんがディスコ入ってきた瞬間に、じゃあ行きましょうっつったら、え、ちょっと待って、私お風呂上がりなんだけどみたいな。いやいや行きましょうよって冗談で言ったら、本当に行ったって話。で、俺からでいいんで、ローラーでお願いします。なんで俺が疑われてんの、意味わからん。いや、レギアさん、それめっちゃ後半ね、浮きずり、やばい、うなかったいるよ、ここいけ、マジマジやばいよ、やばい、俺死ぬわ、俺マジで死ぬ、怖い。
まだ本当に死ね死ね、どこに死んでる今、ここ死んではねっつってんだろうよ一旦スキップで僕もボタン押しますね。マジハマりすぎてんだよな。誰がインポスターなんですか。もうそこの酔っ払いだし。いや俺はずっとカメラ見てたんで。カメラ見てたんだ、うん、さあ行って、やっぱ見てたんだ。ケンツメさんがテリアさんを脱がしてたところ見てたんで。脱がしてたところ見てたんで抜かれていや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 、おかしい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 脱がしてましたね。これだけ聞いたらマジで俺がヤバいやつみたいになってますけど、昨日は全員ヤバいやつだったんですよ。ニロとね、一人ギア教がおるんですわ。ギア教ヤバい、ここ行こう。うまいうまいうまい、あたしうまいとこいる。ここ行こう、ここ行こう、ここ行こう。どこ、明日、中中中、あ、はい、回ろう回ろう、右右から、はい、肉ね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 肉ない、肉がね、ないのですね。あ、やばい、これ痛い、肉がない、これ痛いわ。だから3だもん、これ痛いわ、当たり前だ、これ痛いわ。もう本当にだからじゃ味方ずっとポータル対処くれとったわいや、誰釣る一旦スキップげます優しい。でも冗談かと思ってましたけどね、俺マジで。まあ俺もまあそうだったんだけど、うん、マジでマジで全裸でエーペックス始めたからね、この人。ゲーミングチェアに乗ってなんか体育座りで全裸でなんかやってるっつって。事件、真相は分かんないんでね。そうなの全然来てもよかったよ、来てもよかったのよ。うんうん、あ、そうそうそう、あのね、正直切れるタイミングはあった、あったそうそうそう、そうよね、そうよね、そう、切れるタイミングあったけど来なかったから結構時系列整理すると割と黒いんすよね。バカー、おい、まあ、2階の外じゃっつって。いやだから、そリアクターが、リアクター、リアクターいた。うちが結婚するのは何回も言うけど申し訳ないんが、うちの彼ピッピ超かっこいいから。うわ、マジか、あ、汗臭そう汗臭そう、はい、なんだって、汗臭そうじゃないですか、あそこ。あ、いい匂いだから。あ、本当ですか。いや、マジでいい匂い、汗臭そう、ね、いやね、いや、それがいいんじゃねえ。え、そういう、そういう漫画、そういう漫画なの？そういう漫画ではございませんけれども、エロ漫画なの？